であとですね、他にもこの晴眼鏡を使っていろんなことを仕組むことができると思います。で今から3年前に、深山市、ひらがなで深山って書くんですけど、深山市の市議会に深山市が非核平和都市であるという宣言をしてください。あと、正確に福岡県深山市、はい、深山市に先ほどの晴眼鏡の制度を使って市民が要望書を出しました。それは一人でも書けます。で何が出されたのかというと、タイトルが非核平和都市宣言の採択についての陳情書。まあこれをあの言葉を変えてしまえば、性的マイノリティに優しい街宣言に関する要望書っていうふうに書き換えることも、文面としては検事としては当然可能なんです。でまあ非核平和都市、非常に否定しにくいですよね。これはあの原案可決になりまして、その市はあの議会でこれを可決したことによって、市民が求めているその平和都市宣言、みんなが賛成したので、議会としても平和都市宣言の議決文面作って議決したんですね。ですので、あの比較平和都市になったんですよ。一つでダーンと掲げるお題目としての看板を自分たちで掲げた。都市宣言作戦ですね。そうですね。だからこういったことにあの何にかけて彼らに是か非か判断させるかということは、私たちが自分たちの権利としてそれは行使をすることができるだろうと思っています。で、あともう一つだけいいですか。じゃあ、 あのその議会にあの何かをしようと思うときに、例えばその先ほどみたいに晴眼鏡と一人の市民でもできますという権利を行使するのも一つの方法です。あともう一つは、皆さんのやっぱり自分たちの代弁者としての議員を選んでいるわけですから、議員を使わない手はないわけです。行政権者も選びますけれども、私たちは議員も選んでいます。基本的には、行政の巨大機構を動かす執行部の長が、宗教、ここで言うと都知事ですよね。で、行政府とあと議会である立法府というのは基本的には対立の構図であるべきだというふうにもともと考えられて地方自治法が作られています。ですので、その一方がおかしなことをしたら、チェック機構である我々の代任代弁者に自分たちの意見を伝えるというのは本来は合理的な話だと思います。じゃあ何らかの提案をあの議会でやってもらおうと思った時に、まあ、あの例えば、議案、議会で審査して是か非か決めるという通常の議案ですと、議会の定数の、12分の1の賛成がなければ議員は議案を提案できません。ですので、今東京都議会ですと127が定数でありますので、11人の議員が賛成をすれば何らかの提案ができます。で、あともう一つ、先ほど決議の話をしましたよね。 LGBT に優しい都市宣言でも何でもいいですけど、決議を議会で挙げるときに、これ東京都議会の先ほど事務局の人に聞きました。都議会のルールでは一人の議員でも決議は提案できるそうです。だから今福士芳子さんがね、じゃあ私提案議員になりましょうと言ったら、一応あのルール上は、まあ、一人でも提案議会にできて、127人が是か非か決める議論に巻き込まれるということができます。ただただしがありまして、ただし一人の議員でも本当にそれをみんなで決めるかどうか、議題として本会に載けるかどうかは議運で決めますって言ってます。議運っていうのは議会運営委員会、議会の会のルールとかを決めるんですね。この日程で会議を開きましょう、何時から開いてこの順番で質問を受け付けましょうとか、全部それを決めて本会に突入するんです。それに送られて、ただ福士芳子さんはまあおそらく議運のメンバーには入っていません。世田谷区もそうですけれども、少数会派には議会のルール全体を決めていく議会運営委員会で、賛成反対言う権利を認めていません。多くの議会は世田谷区はオブザーバー参加して、私たちはガンガン文句言って変えさせようとしますけど、都議会の場合は議会運営委員会そのものに福士芳子さんは出られないはずだと思います。ですから、まあ、踏みにじられてそんなの審査する必要がないよねっていうふうに言う可能性は大と考えるべきだろうと思います。でそれと別の議会運営委員会に入ってそうな人で提案をしてくる人がいるかもしれないっていうのを探すと、そうですね。で11人以上ですから、共産党さんだけだと無理、社民党さんは議席持ってないので無理ですので、私ね、都議会の票もね、ちょっと作ってきました。
今ですね、127議席のうち民主党が52、最大会派ですが過半数はいきません。第二政党が自民党38、公明党が第3で23、以下共産党が8、生活者ネットワークと未来っていう合同の会派が3人、無所属が福士芳子さんともう1人で2人です。ですので、まあ、いずれにしても彼らを私たち市民が思っている議論に巻き込むという方法はいろいろありますけれども、まあ、多数を取らなければはっきり言って議会では負けです。ですので、議会という議決としてこの問題を扱うという意味においては、まあ、文書を出すなり何々する以上は、まず例えばね、自民党でさえ否定できない、あ、これ民主党が最大派閥だからまず民主党に行った方がですね、民主党さんにこういう文案で出そうと思うんですけれども乗っていただけますかと聞いて、この文面なら乗れるよって言ったところから、そしたらあと共産党さん8人足すと60ですから、あと3足せばいいんですね。多分生活者ネットとここの問題すごくセンシティブで大丈夫だと思うので、これに生活者ネット未来3を足すと半分取れます。なので仮は民主党さんがイエスと言ってくれる文面かどうかをあらかじめロビングをして彼らに確認を取って現地を取った上で提案してしまえば、議会の半数を取れる可能性はぐっと高くなる。で、議会というのは何なのかというと、議会というのは市民の意思を代表する最高の意思決定機関です。国会は国権の最高機関です。何が求められるのかというと、その国権の最高機関なり議会の最高の意思決定に基づいて行政府というのは義務を執行しなきゃいけない。行政府の長も当然しかりです。ですから議会が決定したことは行政府は基本的には尊重せざるを得ないところに道理的には追い込むということが可能です。ですので、まあ、会派の人数や、都知事との関係というものをよく考えた上で文面を出すことによって、自分たちの会員は、まあ、東京都議会という私たちの代弁者を送っている議会の中でその意見が通る可能性はぐっと高くなると思います。議案として決議で提案するんだったら一人でも巻き込めるし、私たちは議員を巻き込まなくても一人で文面を作って要請をすることもできると。で、あとですね、